ご飯はい、ほんいただきます。どんどんで、ご飯はものすごい飲んだけど、よかったね、食べて、ご飯、うん、まあ食べて、うん、ね、美味しいかな、うん、美味しい、うん、餃子も美味しい、あのお味を見ても最高。あ、ほんまに、まあ食べて、あったかい餃子、有名なとこの生餃子お店と同じように作れるって、うんね、お味がいいの全然違う、両方おじいちゃんも美味しいやったろ、うん、うまいって言った、うん、美味しいわ、確かに、何品も美味しい、食べて、うん、少しやって食べれるの、ほんとにこの美味しい、今日作ったの、ほら、うん、何でだ、ホクホクやね、どの海苔がいい、どの海苔言うてももうないじゃない、じゃあれそれ食べてみよう、ほな味付け海苔と普通の海苔があるけど、どっちやる、それしかないって、大阪のこってり海苔か、うん、それで普通の海苔がある、これ食べ、せっかくいっぱいあるし、行く通りもし、行く通りも食べたらいい、少しずつね、なかなか具材がいろいろ入っちゃうし、まあいっぱいあるね、お肉はそれ入ってるし、お魚がないね、あ、あるから、これだけあったらいいや、ほんまに美味しい、うん、食べて、美味しいよね、これ、でね、おむつぶしたらわかるね、あ、そう、きれいに、あの、破れにする、うん、で、きれいに収まっちゃったらきれいにね、うん、見た目できれいやったね、うん、これ餃子もええ感じで、これそれが、い、あの、一個もほら、うん、あの失敗がなかったら、エビの海苔がね、うん、で、お海苔がいいけど、うん、で、わーい、あぶれてもの海苔がよかったら、けどね、サワラ型のおむすびも簡単に言うけど、うん、外側がキュッと締まって中がジューシーじゃない、難しい、うん、体にいいってね、考えてくるっていうから、これ美味しい、うん、これ教えて、今度美味しい、これ、うん、やっぱり煮物系は違うね、全然、うん、やっぱり食べにくいか、うん、この煮物ね、うん、美味しい、お年寄りのおかげだ、そんなんな、うん、
それがいい。まあ、これは俺使いにくい。うん。何言ったの？羽パリパリ。できてる。あれ、フライパン長いこと使ってないのだったろう。おいで、今まで使いようの。おいしいわ。体が健康でね、食事をよく食べてくれるって幸せなのね。それが一番や。もう今晩メロン食べんの？食べてもいいけど。けど明日の朝食べんから、うん、一日にしましたもんね。まあ、何あの天気食べてないと欲しいっていうか。あふれる。あんまり食べないときに。ほら、こっちを。わ分けて食べたらいいわ、じいちゃん。おじいちゃん全部食べたから。好きな一人で。スーちゃんにはトモくんはこの、あの梅酒は飲んでないの？うん。おじいちゃんにね、うん、飲みなさいやって言うたのがね、うん、そんなの、そうかもたってね。我慢とかね。なあ。気持ちよく飲むぐらいにはいいんじゃない。もう食べんやったら湿気抜け蓋するで。これ美味しいわ、これ。そう、うん、具材がいいもん、それ、うん、でそれおこんにゃく入れないかの、うん、おこんにゃくとひじき、うん、入れたらもう読む、うん、バランスが取れる。もううちにある、家にあるものも買い物に行くんやろ。